おはようございます、まみです。今日はチェジュ2日目、昨日の夜着いたんですけれども、まあレンタカーでなんとかホテルに着きました。そして夜カムチャタン食べて、今朝の9時です。準備したので、今日はチェジュ島で競馬場、チェジュ競馬、チェジュ競馬はポニーがねレース走るらしくて、ちょっとポニーが見たくてチェジュ島来てみました。なのでちょっと競馬の様子を今日はお伝えしたいと思います。そして、そうですね、その後チェジュ島で一つミッションとして、今日はチェジュ島のみかんがちょうどシーズンなので、それを食べて、そしてソウルのお友達にそのみかんを宅急便で送ってみたいなと思います。それが一つミッションとして、できるかな、できなかったらまた明日やりますけれども、今日はまずメインはチェジュ競馬、はい、ポニーが走る競馬でとっても可愛いので、皆さんもぜひご覧ください。じゃあね、安全運転で頑張ります。なんとか今10時13分で競馬場に着きました。よかった。すごいゆっくり走って、途中でなんか小学校かな、小学校か学校のそばになると時速30キロっていう制限があって、このレンタカーは速度が全部カーナビに出て、それをちょっとでも上回るとブザーが鳴るので、まあスピード違反もないと思います。意外とね走りやすかったです、チェジュは。たまに乗用車がやっぱりねウインカーを出さずに割り込んでくる、うん、追い抜きをしたいんですよね。それで追い抜きをしたくて左側走ってると、こっち反対車線だから、左側の追い抜き車線の方を走ってると、右側の走行車線の方から結構無理無理ウインカー出さずに割り込んでこようとする車がいるので、まあちょっとその車を抜かすときはちょっと気をつけないといけないかなって感じです。でもまああれですよね、まあそんなにぶつかってくることはないので、まあ大丈夫だけど、っていうかね、ここすごい綺麗、意外と外から見た感じは綺麗で、今駐車場も何時からなんだろう、11時からなのかな、そんなね入り口も空いてて、なんか駐車場無料です、ここいいよ入っていいよみたいな感じで、駐車場無料で来て、それでまだ全然何箇所もパーキングあって、私はね入り口に一番近いエリアに停めれて、まあちょっとそれでも半分も行かないぐらい、そう何台ぐらい、すごい止められるね、ここ今日どのぐらい来るのかな、結構来てるね、続々と。私が今来た時はそうでもなかったけど、今ね後ろからどんどん人が車が入ってきてて、バスでも来てる。だからもしかしたら市内から送迎バス出てるかもしれないですよね、競馬場行きバスみたいな。で帰りもあれバス違うか、タクシーも来てたから乗り合いタクシーみたいな。帰りはなんかネット情報だと市内の方に行くのに何人か集まってタクシーに乗るらしいんだけれども、それぞれ一人ずつ割り勘じゃなくて一人ずつお金を払うみたいな感じで、まあここまで来ても2000円ぐらいだと思うんだけど、タクシーで来ても。でも往復でね、往復でまあね、4000円とかになっちゃえば、ちょっとそれはそれで、結構な金額だし、まあこれ、レンタカー1日1万円かかるんですけれども、競馬の後になんかどっか寄れればね、いいかなと思ってます。じゃあちょっと競馬場行ってみます。今、競馬場に着いて、こんな感じでダメか。風が強いね、今日すごい。風が強いんだけど、気持ち、天気はすごく良くて、サングラスかけないと。入場料が多分2000ウォンぐらい。
兆のかな、2000ウォンぐらいだと思う。あと今日の新聞、競馬の新聞を買って、すごい綺麗。ちょっと見ようね。私見てもしょうがないもんね。こんな感じ。ほら、綺麗ですよ。そして、ジェラジンチェジュって感じ。ジェラジンとはチェジュの方言で最高っていう意味らしいですね。ちょっとあんまり最高チェジュって書いてあるのね。だけど意味が分かる。ここで入場券を買います。ハナチョネ、チョネって何を言ってるんだろう。意味分からない。たまにわけの分からないことを言ってるんだよね。ウケる。このあとちょっとショックなことが起きます。これ多分ここピッてこれやって、カメラの、ソウル競馬場ではみんな撮影していたので気にせず入っていったら、チェジュ競馬はまさかの NG でも気を取り直して楽しく競馬をすることにしました。で、あのファンマンウォーのチケットを買って3個だけ買って、単勝と思って買ったんだけど、なんか1番の馬、3番の馬、9番の馬を100円っていうか1000ウォンずつ買ったつもりが、なぜか1番が1000ウォン、9番が3000ウォン、9番と10番が2万ウォン。なんで10番入っちゃったのかな、わかんないんだけど、2000ウォンずつで4000ウォンで8000ウォン買っちゃって、今残りが、これがあれですね、残りが22000ウォン。何番だっけな、9番がね、女の子だったな、ジョッキーが女の子でした。第1レース800円買いました。どれか1着になれば当たり。結果はどうかな。1、3、9、10、どれか来ればどうでしょう。1着7番、2着1番、3着3番。単勝だから全部外れ。副賞買っとけばよかった。副賞買ってたらってタラレバしてます。あと2着か、残念。気を取り直して食事をすることにしました。マミは上から4番目のプルコギ9000ウォンを食べることにしました。入り口で食券を買って、食事ができたら自分でおかずを取って、スプーンを取って、お箸を取って、薬味を取って、セルフサービスです。なんか祖父のちょっとこれ入れてみよっか。エゴマの粉だと思って入れています。エゴマの粉はとっても体にいいんだよ。ちょっと入れてみよっか。これは唐辛子を刻んだものです。ちょっと辛い。7番の子がジョッキー、女の子のジョッキーだったから7番買って、してなんかさっきパドックにいたおじさんのおすすめで2番、これはパドックにいたおじさんがこれを買いなさいって言って、それでチルコン、これも本当は5番買いたかったから、私は5番と7番。これなんだろうね、ボックスって書いてあるけどちょっと意味わかんないけど、全部で1万5千ウォン買いました。今これ買ってみました。間違えてこれ7番1番人気って言ってたから、なんか配当つかないかなと思って間違えて、ちょっと1000ウォンと思ったら1万ウォンつけちゃって、もう一回1000ウォン書いちゃったから、なんか1万1000ウォンになっちゃったけど、当たりますように。で、これプルコギ食べます。
こと。このキムチ美味しいかな。これで9000ウォン。お水ちょっと何かあるか見てくるね。紙コップがとっても小さくてちょっと迷ってるんだけれども、ここでお水をもらって席に戻ります。今お水もらいに行ったんだけど、めっちゃこのねペラペラのこんなコップで、まさかこれと思ったんだけどこれでした。危ない、倒さない。じゃあいただきます。多分ね、これね、当たったと思う。後でご飯食べたら、あの、キヨスク行って。これ7番といえば、あのおじさんが教えてくれたこの7、2? おじさんの顔覚えてないんだけど、お礼言いたいけど。でね、5と7はこれね、4着だったんだよね、5が。私が、白毛だったから。で、7番は、まあ、ここにハートついてないけど、5番と2番が私はいいかなと思って、7番いいなと。7番女の子だったかな、ジョッキー。他にも観光したいので、レースは3レースまでにしました。で、1レースは外れて、多分2レース当たってると思うんだよね。いくら当たってるかわかんないけど、多分安いと思うけど。で、3レース？これは多分人気がないから単勝で買ったんで、当たったらこれなんか9番とか 1位になったらすごいと思ったけど、ね。で、この3つを買って今3万ウォン使ったから、全部で3万ウォンだよね。3万ウォンでこれを全部あの両替っていうか、あれにかけたら、生産機にかけたらいくらになるかやってみます。馬券の買い方や払い戻しの仕方はソウル競馬に行った時にやっているので、スムーズにできました。果たして2000ウォンの馬券はいくら配当がついたかな。配当掲示板が読めないのでドキドキしてます。単勝とワイド合わせて21,700ウォン。チェジュ競馬硬いね。ちょっと外に出ておやつを食べることにしました。こういうお菓子は日本ではあまり食べないんだけれども、なんか韓国に来ると食べるんだよね、こういうの。さっきの当たり券を両替してまた買い足してるね。これ買い足したよ、当たったやつで買い足してます。4レースも買っちゃいましたね。チェジュ競馬場はとても広々とした感じの競馬場ですね。周辺にはミュージアムや宿泊施設、あとポニーと触れ合えるようなホテルもあります。お天気はすごくいいんだけれども、ちょっと風が強いかな。芝コースはなくてダートコースのみです。電光板の見方はほとんど日本と同じだと思います。チェジュ競馬はポニーが走るのでコースも小さいですね。確か距離も800メートルとか1000メートルだったような気がします。パドックも小さめで、すごく近場で見れます。もう当たっているかどうかもわからないので、一応機械に入れてチェックしています。外れていればチケットがそのまま戻ってくるんだけど、もしかして当たった？え？って感じ。お、430円。なんか430円って言ってるけど。この後ね、もしかしたら当たってるかもと思って、全部入れてる。全部最初からもう一度全部入れてます。全部外れてるのに、外れ馬券もう一度入れてる。なんかもうマジ、往生際が悪いよね。自分で見てても超ウケるんだけど。皆さん、ここまでが競馬をした動画になります。競馬場の外はこんな感じで公園になっています。
すごいね、チェジュ島ならではの、なんていうのかな、あの石像があったり、やっぱりね、日本も韓国もそうなんですけれども、競走馬を供養するお墓があります。この日は金曜日だったのでやってなかったんですけれども、子供たちが一緒に来てポニーに乗ったり、子供が楽しめる施設もいろいろありました。本日の動画はチェジュ島2日目チェジュ競馬場に来た動画になります。次回の動画はチェジュ島の南の方に移動して綺麗な景色を見たり、美味しいみかんを食べたり、そんな2日目の動画になります。競馬行ってきました。結果は3000円ぐらい、3000円最初にチケットに変えて、それを使って1レースから4レースまでやって、最後に精算したら450円ぐらいかな。後で動画出ると思うんですけれどもだからマイナスですマイナスだったけれども、1レースが11時からやったので、1レース2レース3レース4レースまで、1時35分のレースまで遊んで、3000円でお釣りが、ちょっとだけお釣り来たって感じで遊びました。2時間半。そして今公園をちょっと散歩してきて、ちょうど2時10分なので、まあ3時間ぐらい遊べて、まあ3000円だったらまあいいかなみたいな。楽しかったです。パドックがめちゃめちゃ可愛くて、可愛い馬を選んで馬券を買ってたら、地元のおじさんに、なんでそんなものを買ったんだみたいな、ダメだって言われたけれどもそう、あとおじさんが教えてくれたやつをそのまま言われた通りに買ったのは当たりました。なので、もし勝ちたいんだったら、おじさんに教えてもらった方が勝てるかもしれない。まあ知らなくても結構ね、頭数も少ないので、10頭しか走らないので、こんな感じでハートつけたり、可愛い馬にハートつけたりとか、ちょっと観光して、でみかんだよね、みかんのところをちょっと調べて、みかん行って帰りたいと思います。途中にもしチムチルバンあったら、チムチルバンでお風呂ゆっくり入って、チムチルバンあればいいなと思って、一応着替えも全部持ってきてたんだけども、ね、そこがいいとこだよね、車移動の、荷物いっぱい持って歩ける、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。